こんにちは。幸福の科学公式チャンネルです。私は幸福の科学職員の渡辺彩子です。職員の横井秀幸です。在家信者のさゆりです。よろしくお願いします。在家信者でですね、さゆりさん仮名ですけれども、はい、いろいろちょっとありまして名前は本名は明かせませんので、はい、仮名のさゆりさんにしていただきましょう。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。さゆりさんをお迎えして今日のテーマなんですけど、はい、自分を愛そうというテーマでお送りしたいと思います、はいはい、なんかさゆりさんは、まあ、まだ若くてですね、聞いたところによると普通ね、若い幸福の科学の会員さんってご両親が会員さんであるっていうことがすごくて、それで、まあ、信仰をこう継承するというか受け継いで会員になるという方が非常に多いんですが、そうじゃないと。そうです。どうやって会員になったんですか、ね、聞きたいですね。どういうきっかけだったんですか、はい、そうですね。友達、うん、中学の友達が、中学の友達ですか、はい、そうですね。二世会員の子で、なんで仲が、部活が一緒で仲が良かったんですけど、まあ、その中学からずっと交流があって、大学ぐらいになってから、うん、なんか彼女の方もすごい、あ、じゃあ大学は別々で、あ、そうですね、もう高校から別で、うん、ただずっと交流があって、うん、でなんかこう会って話すうちに、うん、そういう幸福の科学の話とか、うん、大学になってからすごい映画とか誘われて、そうですね、触れるようになって、そういういろんな話を聞くうちに、なんか行ってみないみたいな感じで誘われたりとかして、それどこに支部に、学生が集まる拠点っていう場所があって、あ、そうですね、それでそこに行ったりとかして、うん、へえ。最初抵抗なかったんですか、どうですか。あ、でもなんかすごい彼女のことを信頼してたので、うん、すごい彼女が勧めるから悪い人はいないんだろうな。なるほど。彼女がいい人だから、彼女が勧めるんだったらなんか自分にこう嫌なこととか不幸はないだろうという、うん、そうですね、そういうことで、それですぐすんなりこうそういう幸福の科学に信仰持てたんですか。いやー、いやー、何ですか。すごい笑ってます。あ、そうです。3期でメンバーになって、うん、三方帰依ですね。そうですね、三方、仏法僧に帰依するの、はい、三方三方というんですけども、それに三方に帰依するという、はい、その正式な会になるということについて、はい、まあ、三期して進んでも全然何もしてなくて、したんだけども何も全然、そうなんですね、とりあえずしたけど、はい、それは大学生の時、そうですね、大学2年、3年生の時、2年生の時に、はい、はい、でそう1年が終わった時に、なんか私そう三期する時に変わろうと思って入ったのに、うん、なんか、自分を変えようと、そうなんですよ、なんか何もしてないなっていうのに気づいて、変わってないです。そうですね、で みんなが LINE とかでもなんかすごいいろんなことしてる様子とかが見えたりとかして、なんか私何してるんだろうと思って、なんかメンバーになったのにこんなんじゃいけないかもと思って、なんかそれからすごい活動したりとか、活動っていうかみんなが集まってる場所に参加して、そういう、でもその時あんまりまだその信仰心をそんなに本とかも読んでたんですか。あ、本を読んでたっていうか、このコーヒーブレイクぐらいしか読んでなくて。なるほど。このコーヒーブレイクというこちらの書籍は、いろんな書籍のそういうエッセンスとかが集まって、しかも割と簡単に読める。そう、ね、そう、一節ずつで、なんか詩集みたいな感じで、ライトに読めたので、うん、これ一冊しか読んでなかったぐらい。あと幸福の方と太陽の方を勧められたんですけど、うん、なんか難しくて、すごい最初はもう読みながら寝てるみたいな感じですごかったんで。でもなんかこう変わろうとしたわけじゃないですか。そうですね、なんか変わりたいと思ってたのはなぜなんですか。あ、でもなんかやっぱり友達にその三期生がんを勧めてもらった時に、すっごいなんか、どうなん、なんかどう、やっぱどうなんだろうってすごい思って、宗教ってどうなんだろう、そう、何すんだろうと思って、よくわかんないしなと思って、すっごい1ヶ月ぐらい悩んでたんですけど、うん、悩む中で、なんか自分が嫌だなって思ってる理由とかをすっごい自分で考えたんですけど、それはなんか親がどうとか、うん、なんか私幸福の科学信者だよとかって人に言ったらこう言われるなとか、なんか自分の理由じゃないなっていう風に思って、うん、他の人からなんか言われるのが嫌とか、そう、人の反応がね、そう、なんか自分の意思で、自分が幸福の科学を嫌いか好きかとかそういうことではなくて、うん、社会の目とか、そう、周りのことばっかり、友人とかあるいは両親とかに、うん、はい、どう言われるんだろうなと思ったから、こう信仰を拒否してた。そう、それもよくあることですよ、うん、幸福の科学の会員さんの中で、うん、
産気にするっていうか赤になるっていう時によくそれを聞く話ですね。そうなんです。でそれに気づいて、だからあで自分は本当はどうしたいんだろうと思った時に、うん、なんかあのここのメンバーになったら変われるよっていうのがすっごい感じ、うん、なんか分かんないですけど、多分今思うとそのシボレとかシドレの方にこうレイジって言ってこうインスピレーションを下ろしていただいてたんだと思うんですけど、変われるっていうのがすっごいなんか自分の中で感じて、はい、感じて、あじゃあ変わりたいなって思って、なんか別にあれだったんですけど、自分が嫌いだったんですか、まあ、今日も自分は愛そうって言ってました、はい、私すっごいなんかこうなんかすっごい笑ってるし、なんか悩みなさそうって言われるんですけど、あのすっごい自分のこと大嫌いで大嫌い、誰も驚きですよね、こんなに明るくて本当大嫌いで、もうなんか本当に中学高校とかもうなんかあの壁にこう憎しみを刻みつけるみたいな勢いで、何かこの何の自分の憎しみ、いやいや、あの何か人が嫌いな、まあ、いろいろ何か言われたりとか、傷ついてね、そうそう、傷ついてとか何かあのそうですね、言った時に言うぐらい何か暗い部分があって、何、ね、か性格今闇を持ってたんですね人知れずね、なるほど、本当にいやもうメンバーになってなかったら、うん、なるほど、地獄に行ってるなってそうかそうか、それで、まあ、自分が自分の部分の、まあ、誰しもそういう心の悩みってありますけど、うん、そういうのがあって嫌い で変わろうと思って、変わったきっかけは、うん、なんかあの自分の修行もすごく大事っていうのを教えてもらって、それであの少女とか高校の学校の少女って施設のところで、あの少女って勉強する、まあ、仏教でもね祇園少女とか竹林少女ってありましたけれども、はい、そういう、まあ、仏教徒たちとかが仏弟子が学び、泊まる、ね、宿泊したりしながら仏法真理 のいろんな研修を受けられる施設が、少女ね、はい、はい、少女の研修を受けて、はい、あの講師の方にアドバイスをいただいて、あなんかやっとそういう信仰に触れられた気がするみたいな感じで、まあ、少女の研修いろいろね、いろんな全国の少女がありますけれども、あの高校科学の教えってもう何百冊何千冊出ているおかげ で、ね、どれをどう学んでいいか分からなくなっちゃうことがあって、 それをすごいコンパクトに、例えば、まあ、こうもっと優しくなるためのあれだね、そういうための研修であるとか、はい、恐怖からも脱却するとか劣等感を克服するとか、そういう何かこう幕を絞って研修というものがあって、分かりやすくね講師の方々が解説してくれて、はい、非常に勉強に、なんか身になるんですよね、そう、はい、はい、で研修受けて講師でだんだんこう、なるほど、はい、なりました、だんだんそれで自分のことを嫌いだった自分が、あ、そうですね、でもなんかそうしていく中で、なんかあのすごい年上の信者の方と出会う機会があって、うん、でなんか雲水修行っていうのがすごくいいんだよ、はい、雲に水と書いて雲水になる、そう、流れる雲と水のような心になるための修行なんですよっていうふうに教えていただいて、なんかすごい、あ、なんかすっごいもうメンバーになってからそうなんですけど、なんかそんな境地までやっぱ自分を高めるなら高めてみたいと思ってあの向上心がねなんか知らなかったんですけど、ね、その、まあ、雲水って、まあ、幸運流水って行く雲を流れる水で、ね、あ、はい、ありますけども、まあ、結局少女で、まあ、住み込みでいろいろボランティアをしながら、まあ、その少女の運営をですねお手伝いしながら、まあ、お掃除したりいろんなことやりますよね。で、あのそのしながらゆっくりこう静かに心を見つめるという雲水修行、はい、そうですね、おすすめしていただいて、宗教修行のね王道みたいな世界に、ね、入られた、素晴らしいです、本当に感謝で、おすすめしていただいたことにも感謝ですし、はい、そのなんと5ヶ月もやったの、そうですね、すごいです私逆の立場だったんですよ、出家して、うん、私自身も雲水修行最初はさせていただいたので、今度もこういう在家の方がこう雲水来るのをこう迎え受けるというか、雲水の方をこうね、あの面倒を見るというか、ね、お世話役みたいな感じ、そういうことをしてたんですけど、本当にでもみんな変わっていくんですよね、あのこう雑巾とかでこういろんなとこ拭いたりとか静かなところで、でも自分ただ拭くんではなくて作業ではなくて、あの、まあ、家でもね掃除するってことはありますけども、そういう作業にせずに修行にするというか、まあ、それを心の修行と捉えて丁寧に、正目、聖なる、ね、聖と書いてあるような、
黙るね、小目で、心見つめながら、いわゆるサム修行すると、本当に、変わっていくというか、そこにもちょっと資料を持ってきて、資料とかね、なんか、どんなことをされましたか？これ一部なんですよね。あ、そう、これは、私が雲水修行中に、その、なんかこう、日々思ったことですとか、気がついたこと。そうですね、を書いていた、ちょっとパラパラっともあれいいですね。大丈夫です。すごいいろいろね、メモをね、たくさん、いろいろこう、すごいびっしりびっしり。こんなにたくさんのことを書いて、ね、日々、学ばれていたことがすごいね。ね、何冊もの真剣に、結局、仏法真理と、学びながら、まあ、先生のご説法を聞いたり、講師の方と、まあ、面談といってね、話をしながら、徹底的にこう自分と向き合う修行、自分の心と向き合うということ、まあ、自分を愛するということもこの中の一つだと思うんですけども、この世の中の方々って心の修行というとね、私もね最初ね仏教というかキリスト教ね聖書をすぐ読めるじゃないですか、はい、でも仏教の本ってあまり領書が私見当たらなくて、仏教修行って何かね、なんかね、肉体苦行のようなものを捉えてたんですよ。滝に打たれたり、はい、そうすることで悟れんじゃないかな、仏教ってそういうものなのかなとかって、それで今でもこういろいろと千日解放とかやってるじゃないですか、はい、ありますよね、あるじゃないですか、山の中何日もとか、でそうするとそれが仏教なのかなとか、でもおかしいな、でもその高校の科学の知らない、いやブッダは肉体苦行を捨てたって、もう肉体苦行では悟れないっていうところから来て、はい、心を見つめていくというか、仏様の教えを学んで、心の教えを学んで、自らの心を見つめて、徹底的に見つめて、心の塵や垢を、何でしょうか、捨てていくというか、はい、昔、仏教の、ブッダ教団に、首里安徳というお坊さんがいて、非常に頭が悪いで有名だった人なんですね。でも、もうあの人は悟れないんじゃないかって時に、お釈迦様が、いや意外に悟れるかもしれないよって首里判読に法器を渡して、はい、でずっとこう法器を渡したらやること一個だから、はい、もうその普通もう何も覚えられない、お経も覚えられないし、もうお経のタイトルも覚えられないぐらい頭が悪いっていうような伝説、うん、まあ誇張があるでしょうけど、はい、だけど法器を渡されたらやること一つで、こうそしたら毎日毎日葉っぱが落ちてきて、はい、毎日毎日掃除するという、はい、塵を除かん、赤を除かんっていうその言葉をいただきながら、うん、その、うん、そうですね、修行をするっていう言われてます、ね、はい、そしたらまあいわゆるアラカンというか悟りを得てってなりますけど、そういうところにちょっと共通があって、その掃除するのは障子なんですけども、それは作業ではなく心の修行である、自らの心を見つめて心の地で垢を除くっていうことを徹底的にしながら、そして気がついたことがあったら書く、うんうん、まあ、その夜一人の時間で今日気がついたこととか何冊もあるし、これ一部なんですよね、だからね、うん、そうですね、なんかすごいおっしゃってたみたいに、なんかサブ的にはこう物理的なものなんですけれども、なんか本当にその尊いその神様が降りられるような少女っていう尊い場所をこう守るため皆さんがよりよく過ごしていただくために、こう綺麗にして環境を整えていって、でその中でこう磨いていく中で、なんか本当にこうその水垢とかをやりながら、なんかふと物事が浮かんだりして、うん、あれってこう実はこういう風に考えるべきだったのかもなみたいな感じで浮かぶこととかも あるんですよね。だからそうした風に普段こう生活してる中では、うん、この心って全然見つめられないと思うんですよ、うん、いろんな仕事があったりとか学校があったりとか、うん、ね、いろいろしてる中で、その少女っていう静かな聖域に入ってサムさせていただく中で、心のそういう塵や垢がすっごい自然に浮いてくるっていう感じがあって、ね、はい、で自分がどんどんそういう風に自分の心の中がすごい深く落ちていく感じがあって、その中でやっぱり最初にお話ししてた、その自分本当に大嫌いだったんですけどそういう自分の暗い心に気づいて、
大川総裁の本の幸福への投票の中にそういう心のキャンパスっていう例えの話があって、はい、心の中に何を描くかするキャンパスみたいなものですよっていうお話があるんですけど、私の心ってすっごい貝に出会う前は本当にもう墨汁でビタビタで、もう黒くしただけじゃ足りなくて、この黒い液体が滴ってるぐらい心が汚かった、本当にって思ったぐらいどす黒いなと思ってたんですけど、貝になって徐々に明るくなって、で本当にずっと雲水修行行く前にもう本当にもっと変わりたいって、もうなんか人のこともっと愛したいと思ったし、いろいろなことに向き合いたいのに、そんな風に見えないですよ、今いつも笑ってるし、じゃああれなんですね、私たちが今仕事してて、いろいろと、ね、お手伝いいただくことがあるので、はい、その仕事のやり取りがある中いつも笑ってると笑顔でね、今キャンパスお花畑というか、あ、そうですね、でもお花が描かれてるから、ね、なんかそのようやくキャンパスが綺麗になって、なんか今まで自分の未来とか全然描けなかったんですけど、なんか何したいんだろうとか、何を描いていきたいのかなっていうふうに、こう考えられるようになって、自然に本当に心が軽くなって、自分を見つめて軽くなるっていうこと、その言葉がね非常に大事ですよね。だから今自殺を減らそうキャンペーンでこう動画撮ってて、まあ、新型コロナのねこういろいろな恐怖が、ある中、経済の問題もありますけど、その心が、ね、重くなってる人多いじゃないですか。重たい心というのはこう見えないものだけども、多くの人が心をこうというものの存在を認めてると思うんですね。霊は認めない、魂は認めないという人でも心は認める。でもその心を結構こう世の中の人も表現するのは、心が折れるとか、心が重たくなるとか、でもそういう表現ありますけれども、心がこの軽くなるっていうのは非常に大事なことで、そのためには心を見つめる必要があるし、でもこれね、じゃあ心を見つめてくださいよって言ったところで、これもう本当に難しくて、難しいですよね、そのために必要な心の教えなんですよね。心の教えがあるから、その自分と照らし合わせられるんですよ。その鏡を見るからこそ自分が見れるわけじゃないですか、自分の姿を見るのに、さあ自分の姿見てくださいって言われても今見えない、でもその鏡の前に立つと自分の姿がよく映し出されますでしょ、それと一緒にですね、こう仏の教えを見ることによって、いや仏の教えに向き合うことによって自分の姿が見れるというか、そうですね、やっぱり向き合えるというか、仏の教えに照らし合わせると自分がどんな形になってるのかなっていうのがやっぱり分かりますので、さゆりさんが体験されたことで、私やっぱりこれ素晴らしいなと思ったのが、生者の中ってやっぱり聖なるね、さゆりさんもおっしゃったけど、聖なる空間を磨き込む、その黙って磨き込むことで、こう自分の心も一緒にこう磨き込んでるっていうね、でそういう風に作ってる磁場なので、霊的な指導を神様とね一体となった指導とかも得られて、さゆりさんが気づいたような、自分の心にふとあの時こうだったんだけどこうだったんだなっていう違う見方で見られるようになる、そうやってなんか自分に刺さってるトゲがね、こうふっとこう現れてきて、心にあるトゲですね、それをなんかねきっと一個一個抜けて、で軽くなるっていうね、心にトゲが刺さってる人いっぱいいるじゃないですか、あるいは心にいっぱい傷がついてて、でそれが、ね、抜けると、傷が癒されるとまた心がまた軽くなるっていう、そうですね、でもなんかそれってすごい、私もそうだったからすっごいわかるんですけど、なんかやっぱ自分本当に誰にも愛してもらえてないとか、こういうこと言うとなんか両親にすごい失礼って、と思って、でもなんか言ってしまったこととかもあって、すごい反省して、今本当に愛してもらえてるってすごい実感があるんですけど、自分愛してもらえてないってすっごい思ってると思うんですよね。だからそれって本当に、でも自分もそうだったんで、求め続けても愛してほしい愛してほしい愛してほしいって言っても絶対にもらえることってなんかほとんどないし、もし仮にすっごい優しい人があなたのこと愛してますよって言われても、心のどっかで私のこと本当に愛してくれてるのってすっごい感じて信じられないんですよね、満たされないんですよ心が本当に。でもそれを超えられたって、自分をちゃんと正しく愛せるようになったっていうのは、その正しくそういうふうに親の親ご両親のこともそうですし、正しく見れるよう、ね、なって、それであと何よりも仏っていう神様っていう存在がなんか、あ、なん
か無条件で本当に私のこと愛してくれてるんだっていうのが、なんか理屈とかそういうことじゃなくて、こう感情とか心とか魂っていうもので感じ取れたっていうのが一番私は本当にすごいありがたいなと思って。世の中で、いや、例えば日本だったら、まあ、神様信じてない人も今いるかもしれませんけども、神様いると思うと思ってる人もいると多いと思うんですよ。でも、じゃあ神様に自分が愛されてると思いますかとか、生かされてると思いますかって言うと、ちょっと答えがまた分からなくなると思うんですね。でね、私ね、今日この永遠の法という書籍を持ってきたんですよ。で、これは何かというと、まあ、私たちの魂がこの世にあって、で、あの世に帰って天国と地獄がある、まあ、このぐらいのまあことは信じられる人多いと思うんですね。死んだら、自殺をしたら、天国には帰れない、この世にとどまることない、だから自殺しては絶対いけないという話をしていますし、この世で愛されていない人は一人もいないという話もしてますけれども、そして天国と地獄があるということをまずして受け入れていただきたい、理解していただきたい、まあそれがね、まあいろんな宗教で言われていることですけど、しかしその天国もまた様々な世界があるじゃないですか。はい、一つの世界ではなくて、天国もまたですね、いろいろな次元構造があって、菩薩の世界、如来の世界、もっともっと深いこう救世主というか、もうそういう神にそば近い世界に近づいていく、こうじゃあどん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 高い世界があるけど、そこにあるものは何かというと愛なんですよね。より深い愛が、そういう普通に善人として生きた人たちよりも菩薩にはあって、そういう愛が貫いてるわけです。で、岡先生から私たちが教えられているのは、この宇宙は皆すべてですね、その霊的なるものでできていて、その奥に根底にあるものは愛である。だから皆、人は、ね、仏の子であるけど、皆さんは愛の子であるんだ。だから神とは愛であって、もうすでに皆さんは愛されているんだと。必要なものは皆与えられているんだと。だけど私たちはあれがないとか、こういろいろ愚痴ることがあるけれども、愛されているんだ。でも神が愛であって、私たちもまた愛の子であるということがわからないと、愛されていることも理解されていることもわからなくて、だから神様を信じるならばですね、神様を信じて、そして愛されていることを知るとね、よりこう感謝の思いが出てくるし、そしてそれを学んでいくことによって、いろんなものがまた見えてくる。自分の心も見えてくる。学ぶことによって自分の心も見えてくるし、人の心も見えてくるし、両親からの愛も見えてくるし、与えられていたんだということも見えてくる。まあ、イエスという人がかつて、盲人が盲人を導くことができないと。そんなことをすれば、二人とも穴の底に落ちてしまうだろうということを言っていた。だから目を開けっていうような意味ですよね。別に目の見えない、そういう盲人を差別してるわけではなくて、ね、心の目を開けっていう意味で、例えです、ね、例えです、うん、でブッダを目の開けた方って言いますけどね、目の開かれた方、真理を極められた方って言いますけど、こういうやっぱ真理を極められた方の心の教えを学ぶからこそ、私たちも心の目が少しずつ開かれていって、うん、愛に気がつくことができるし、自分の心も軽くなっていくっていうのがあって、うん、そういうことを体験されたのかなって感じます。すごいことですね。ね、本当に立派なことだと思いますよ。皆さんのおかげで、やっぱり神様の愛が分かったことで、自分に対する見方っていうか思いがやっぱりどんな風に変わったんですか？なんかやっぱりその無条件に愛してくれる人って、まあ、ほとんど両親を除けばほとんどいないと思いますし、両親であっても、まあ、本当に全くゼロと言われたら難しいかもしれないんですけど、そうなんかもう本当に全てをそういう風に取っ払っても、こう自分のことを大切にして愛してくださって、見守ってくださっているっていう、そんな大きな存在がいるっていうことを知れたのが、なんかこう肩肘張ってたものとかも、やっぱり重かった心も軽くなるっていう感じがあったなと私は思います。なんかこの愛されているっていうことが実感できた時に、本当の自信っていうのって生まれますよね。そうです、そうです。すごい生まれますね。ね、なんかきっと心が真っ黒系だったっていうかね、こんな牧場でキャンパスをね、せっかくの綺麗なキャンパスを汚してしまった時は、多分いろんなね、地上の価値観というかね、この肉体に入ってる時の人との劣等感とかね、比べて、そういうことできっと真っ黒系にしてしまったのかもしれないけれど、
それが変わるって本当に大きなことですね、うん、でも教えがあってそのお母さんがそういうふうにこういう考え方をしたらいいですよっていうふうに教えてくださってそうした少女みたいな場所もいただいていろんな方が私のために時間を割いてくださってこういうふうにしたらもっと前向きとか明るく生きられるよって幸福になれるよって教えてくださったおかげだとは本当に感じているのでなんかそれは自分の心自分で変わろうって思って努力を続けたらそうなれるだなっていうのを少しは感じさせていただいたので今、まあ、動画見てる方の中でね自殺したいなとか、はい、ちょっと鬱状態だなっていう方いると思うんですけど、うん、それで自分のその心のキャンパスね書き換えられるっていうこと、まあ、美しくまた白くしてもう一回描き換えるってことが、うんうん、そんなことできるのかなと思ってるけど何か最後ちょっとメッセージとして、はいできます。絶対に変われると思いますし、うん、私も辛かったので、なんか本当になんかその時のことを思い出すと、うん、なんかちょっと、 驚いたのね。死にたいと思ったこともありますか？って言ったらあるって言ってたんだよね。そうですね。まあ、中学生とか若い頃だったんですけど、うん、そういうふうに感じたし、うん、なんか両親にもなんかそれぐらい辛い時があったみたいな話もしてしまって、うん、なんかとても申し訳育てていただいて、うん、本当愛してくれてたのに。うん申し訳ないなって思ったりも したんですけど、うん、でそれ傷ついてしまう気持ちは、うん、それは事実なので、うん、誰がそれはなんかこういうふうに考えたらいいとかすぐなんか言ってくださる方もいると思うんですけど傷は傷として事実として受け止めるのもすごく大事だなとは思って、うん、けれどもその考え方をずっとしていることで自分が幸福なのかどうかっていうのは一度考えられるポイントなのかなと思います、うん、その状態の自分を本当に本当の自分だと思えるのかそんなことをしていてずっと自分は幸せなのか、うん、何かすることでそれと別な考え方ですとか、うん、なんかそういう風になっていけるっていうふうにちょっと思えるんだったらぜひ僕は総裁がその時はこういう風にしたらいいよっていうのをそのさっきおっしゃってた何千冊の中で丁寧に教えてくださっているので気軽に読みやすいものから読んでいただいたり、うんはい、コーヒーブレイクおすすめです。あ、そうですね、コーヒーブレイクおすすめです。私は折に触れてこういう時のあなた絵みたいな形で書いてあるので、うん、すごく大事にして読みました。でこちらもおすすめです。これを読むと神様の世界が分かれて、はい、神様って言って愛を与えてくれる。生きていることの意味もすごく分かりますよね。そうですね。私最初にこれ読んであすごいなんか正しい教えだなってすごい感じました。さゆりさん仮名で、はい、仮名です。同じ名前の主人公の、ね、映画が今、上映しています。心霊喫茶エクストラの秘密ザ・リアル・エクソシストを上映しております、はい、ご視聴ありがとうございました。これからもまたよろしくお願いいたします。お願いします。